ニエポッカ札幌北海道株式会社の上をひとひかたときもん御心放たず社分に優勝60周年、そしてここにいらっしゃるリボンちゃん、今年からですね、リボンちゃん、生まれてからですね、60周年に入るということでですね、非常にめでたい時でございます。ともすれば、活言というとですね、何か受験生に勝つだとか、そちらの方だけを言うかと思いますけれども、私は今日ここに横にリボンちゃんがいますけれども、私どもの活言、そしてこのリボンストーンというのはですね、やはり北海道の生んだですね、北海道の人たちの、そして日本の人たちの健康と幸せを願う、そういう飲み物でありたいなというふうな気持ちでおります。ぜひともですね、これから、リボンストーンとですね、この活言がですね、みんなに元気を与える、幸せになれる、商品にしていきたいというふうに思ってますので、リボンちゃん一緒に協力してください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。あ、いよいよ明日から発売ということで、重ねましておめでとうございます。私ども発売をさせていただいてます、リボンナポリという商品、この商品はですね、106年前、この北海道の地で発売をさせていただきました。で、その後60年前にこの商品にリボンちゃんに登場いただいたという商品です。メグミルク様と、私ども、札幌グループというのは、この北海道の地を創業地として北海道の皆様に愛されて、長い間こちらで商売の方をさせていただいてます。ぜひこの2つのロングセラーブランドがくっつくという部分は、多分他の業界ではなかなか難しいのではないかと。それはメグミルクさんと我々札幌グループのこの地を愛するがゆえにというふうに思っています。ぜひともこの商品がですね、道民の皆様にたくさんお飲みいただいて、これからたくさんお見えになるその雪まつりでも、いろんな部分で拡散して、皆さんが喜んでいただけるものになればいいなというふうに思います。本日は誠におめでとうございます。ご先輩、